思いっきりやってるやん。もうすごい原点っていうかさ、やっぱりなんか迷い全然ないもん。それをさ正直にやってる。やっぱり正直な音楽っていうのが一番ですよ。うん、嘘ついたらいいから、うん、だからブルースっては正直な音楽だ、うん、俺嘘つく音楽嫌いなんだ。正直にやる。それを自分なりに頭ひねったりしてやる時もあるしね。自分なりのことやろうと思ってね。だそれの繰り返しでしょ、うん、だからそ俺すごいストレートなの感じだな。クラプトンのアルバム聴いて。アメリカの中ではさ、やっぱりその人種差別がね、もともと黒人の人たちが奴隷 で連れてこられちゃったし、そういう問題があるもんだから、なんか黒人の音楽に対してもなんかすごく拒絶する白人の人もたくさんいたし、でもイギリス人は離れてるから、ただ音楽だけをさ、そういう人種差別の問題とか抜きにして、ただ音楽だけを純粋にこう、なんていうの、リバプール経由で入ってきたのを、例えばビートルズなんかがやるとか、ローリングストーンズがやるとか、ブルー、うん、だからあの頃本当にあのイギリスの人たちは一生懸命レコード探してさ、一生懸命コピーしてたんだなってさ、うん、いわゆるそのロックンロールって呼ばれる音楽以前のものを、もちろんその辺からだと思うね。だからあのチャックベリーとか、あの辺の リトル・リチャードとか、あの辺の人たち もう一緒くたになって、その一つ あのブラックミュージックっていうのにハマった連中がすごくいたやろね。そのやっぱり引き金っていうか広めたのがヤードバーズであり、アニマルズでありさ、うん、ビートルズなんかでもそうだもんね。あのレッツ・ザ・ペリにしても、レッツ・ザ・ペリにしてもブルースバンドやからね、最初は。もうヤードバースから引きずったもんでしょ。だから1枚目で I can quit you baby とかさ、でそういうのやってたわけで、2枚目でレモンソングとか、あんなアルバスキングのキリングフロアのさ、モノマネの曲でさ、そういうのやってたわけでしょ。テッペリンとか、あ、彼らブルースやりたかったよ。 R&B とかブルースやりたかったわけで、それを自分らなりにああいう形しかできなかったわけ。うん、それでなんか音が歪んでしね、そういうアンプがあったりさ、で大音響であったりさ、それがああいう形になってロックと呼ばれただけで、だからクリームにしてもブルースバンドだしさ、レッド・テッペリにしてもブルースバンドだしさ、みんなそうなんよね。そっからオリジナルを作っていくので、そのブルースコードと違う曲を作ってきたらああなったというだけで、だからそういうのをさ、なんかホーンのリフをギターでやったとかね、もうそういうのからの、それがハードロックと呼ばれただけでさ、うん、だからすごいあの形としたブルースであったりね。だから世の中の音楽の状況から見たら、それはすごく発展したことだと思うね。新しいスタイルができたんだもん。うん、でも俺はすごくそう思うな。夜のアミューズメントスポット六本木、その交差点から歩いて7分ほどのところにピットインがあります。新宿ピットインと並び、都内有数のライブスポットとして知られるこの店、海外の人気アーティストの出演も多く、ラリー・カールトンやハイラム・ブロックなどもたびたび出演。国内では渡辺克実をはじめ、キースクエアやカシオペアなども常連となっています。開店当初から質の高い最新の音楽を常に提供し続けるピットイン、時には開店を待つお客が朝から列を作ることもあり、ラインナップの充実ぶりは今後も目が離せません。1977年の8月25日にできました。まずあの最初に新宿の方に、ピットインがありまして、そちらをやってたわけなんですが、社長自身はそのやはりその自分たち その青春時代の憧れの地だったということがあって、やはりここでもその商売を始めてみたいというのがあったみたいですね。ロックみたいのもありますし、ラテンもありますし、それから日本の民謡の方みたいのも出ることもありますし、それからポップスもありますし、言ってみればそのあまりジャンルには
とらわれてないようなところもあります。その新しく出るミュージシャンの方が連れてくるお客さんっていうのがいらっしゃいますけども、ここで今までやってるような音楽をそのお客さんたちが新たに聴くようになるとか、そういうふうにできればきっとお客さんの方も音楽のなんか幅が広がるっていうか、そういうところがあると思うんで、これからも、いい音楽、いいミュージシャンをここに出演させていくように努力していますので、ぜひミュージシャンとかジャンルにこだわらずここに来て音楽を聴いてみてください。手の中にすっぽり収まってしまうこの小さなハーモニカは、ブルーズの始めの頃から信じられないくらい多くのメッセージを奏でてきました。今夜はこの小さな楽器を楽しむためのパート1。こんばんは、今夜は特別に瀬野隆一郎のハーモニカ講座基礎編をお届けしますので、ビデオチェック用意よろしく。まずブルースハープっていうのはね、なんでブルースハープっていうかっていうとね、たまたまねブルースに合うたからって、それだけだけどね、基本的にはこのブルースハープっていうハーモニカは穴が10個しかない。それでなんで10個しかないか、これはまあしょうがないね、10個しかないからないよね。もともとは本当はハーモニカっていうのは小学校でねやるようにもう少し大きくて、でところはやっぱよくよく調べてみると、どうもこれドイツのある地方の民謡を民謡楽団が演奏するときに、その民謡のために必要なコード和音を出すためにこう作られたようなところがあるらしいです。でそれはどこかというと、要するに低い方の、そちらから見ると低い方ね、低い方の、パートでコードが出るように、で人間の口っていうのはほらピアノなんかだとドレミとか一緒に押さえることできるけども、例えば吹く穴と吸う穴があってね、で人間の口っていうのは吹くと吸うが同時にできないから、例えば吸いっぱなしとか吹きっぱなしで何かコードが出るようにっていうことで、そのために作られた特殊なもともと楽器だったのが、たまたまそれがちっちゃくて安いっていうのでアメリカ減ってきて演奏されるようになって、それがたまたまブルースマンが使うようになったらブルースって音楽にはぴったりだったみたいなところがあると僕は思ってますけどね。どういうコードかっていうところをやってみると、例えば下の方1から4あたりまでを吸ってみます。でそのまま吹いてみます。これでコードが、例えばこれ C のハーモニカだと、吸えば G7th のコードが出て、で吹けば C のコードが出るっていうね、そういうこの2つで、この2つのコードを主に、鳴らすことで何かその楽団の便利なように出来上がったらしいんですよね。じゃあこのブルースハープのとそれから他のハーモニカとの違いは何かっていうと、これよく考えられていて、そのコードをさっきも説明したね、ある民謡を演奏するためのコードは必要だったっていうことで、低い方にコードがなるように集めてしまったっていうのがたまたまうまくいって、4番も吹けばドー、吸えばレーにしてしまって、音の構造からいくと順番に1番吹くとドミソド、吸えばレーソシーレっていう音階になってる。ところが4番から、7番までは、レーファーラシーになっててドミソドと。
近藤宗之助です。偉そうなんですが、ブルースのことなんぞ今日、ちょっとおしゃべりしたいと思います。もともとまあそのまあアフリカからその連れてこられて奴隷として、それでもともとあったそのカントリー&ウェスタンなんかに影響されてその出来上がったっていうか、あの例の12小節ですね、出来上がったっていうあの説が一番濃いんです。まあそのメンバー畑なんかで働かされて、それでそのまあ宿舎に戻ってギターなんぞ一本あったらそんな感じで始めたんでしょうね。フィールドハラー、つまり野原で叫ぶ、要するにその呼びかけて答えがあって、ほんでどうこうどうしてなって言って、ほんでどうしたっていう感じでこうお互いにこう恒例のレスポンスがこうあってね、うん、そういうとこからブルースが生まれていた。奴隷解放になってみんなその旅するわけですね。というのはあの奴隷解放になって一番困るのはやっぱり黒人なんですね。あの仕事がなくなるっていう点で、第一次大戦と第二次大戦の間ぐらいの間にだんだんとこの北部の工業地帯でその工業生産がだんだん盛んになってきて、でどんどん仕事があると。で当時南部で農場で働いてても 1日1ドルか2ドル、当時のおかげで お金でね2ドルしか稼がげないものが北部行けば4ドル5ドルになると、うん、でそのちょっと まともに働いて工場長にはならないけども、工場の部署を任されるような人間になると7、8ドルになると、うん、そういうふうな噂を聞いて、でみんな北部を目指していくよね。それでシカゴで行ってあのものすごい大成功したのがやっぱりマディ・ウォーターズね。ビビキングっていう人間はあのメンフィスであのメンフィスをベースにして音楽やるんですね。でメンフィスっていう場所っていうのはあの東西の交流がすごく当時はありまして、いろんな音楽もそのまあクロスオーバーするわけね。そのだからそのあのモダンであるっていうか、同じ時代にそのシカゴ の音楽を聞くと全くそのミシピブルース、戦前の泥臭いミシピブルースの直系のブルースをあのやってるわけで、その地域性というのはそういうとこでは面白いと思うね。どこで、ベースを張るかっていうことで、でメンフィスからそのウエストコースみたいな流れがこうあって、でそのあの要するに今ロサンゼルスなんかでレコードデビューなんかがわーっとするわけだけどね、そういうそのあのブルースとそのシカゴのブルースというのは全然違うわけね。そこがすごい面白い。ブルース自らのまずいいとこっていうと、そのあのまあこれ僕はこういう生き方するんだけど、その例えばビービーキングみたいな有名な人にはそれらへんの良さっていうのはやっぱり当然あるんだけど、その2000級3000級の人間があの一流どころとそのなんていうのかな、ためを張れる世界っていうかな、思いっきりそのあのその音楽が個人的なためにその売れる売れないっていうその問題を度外視すれば、僕にとってはその同価値、むしろそのあのB.B. キングをその凌駕するマイナーなミュージシャンというのがたくさんいて、そこら辺がそのブルース あのすごい素晴らしいところだと思うんですね。音楽ってのはもともと個人的な問題あると、それで聴き手もその個人的な体験に他ならないという、そのなんていうのかな、音楽の一番その根本的なところがあるジャンルではないかな。要するにその時代がそのあのそういうそのマイナーであることとそのメジャーであることってのは実はそんなに意味のあるものではないんだってところまでその成熟したんではないかっていうふうに思ってるの。だからあの今までやってる半ば照れながらそのブルースをやるエリック・クラプトンが堂々とやってしまうとか、そこまでもう時代はその成熟してるっていうか、そういうふうに僕は見ます。僕の場合はあの
ハードロックなんかよりもとてもハードな感じがするし、パンクロックよりもパンキーな感じがするし、フリージャズよりもフリーな感じがするし、ヘビーメタルよりもヘビーな感じがするんだよね、ブルースって。まあ僕が好きなブルースはね、みんなそう全部それを持ってるブルースっていうか、まあすごいヘビーな感じ、ああいう感じってのは他にないね。東京都杉並区高円寺、昔ながらの商店街は地元に住む人々でいつも賑やか。そんな高円寺の駅前から歩いてわずか1分のところにライブハウスチロ吉があります。今年で開店20年目になるこの店、店内にはこれまで出演したアーティストの写真や落書きがあふれ、長い歴史を感じさせます。席のスペースは椅子席50、スタンディングを含めておよそ100人ほど。アーティストのラインナップは、古くはウエストロードブルースバンドブレイクダウンから始まり、最近では近藤久之助や山岸淳史といったブルーズやソウルを中心としたアーティストが連日プレーをしています。国内はもとより海外のミュージシャンもたびたびここを訪れています。場所はですね、20年前なんですけど、まあ、うちのオーナーがね、ヨーロッパになんか遊びに行ってて、その時になんかこういうライブハウスに行ったらしいんですよ。そしてお客とこうミュージシャンのこうワイワイとした交流がね、すごい良かったみたいで、そういう店を作りたいっていうんで、で、まあ、チロ吉を始めたわけなんですけど、うん、やっぱりブラック系でブルース、ジャズ、ソウルが多いですね。客層はですね、学生から、まあ、サラリーマン、OL までっていう感じ。月1回うち夜中にあのバースデーパーティーみたいなのやってるんですよ。最終土曜日の夜中に。それが、まあ、今一番盛り上がってるかなっていう感じで、ここの従業員のバンドとか、あとはここに出てる出演者とかでもうセッションとかやったり、でもうセッション終わると最後はディスコになってここで踊りまくってるっていう感じ、朝まで。そんな感じですね。メジャーな人もいっぱいいますけど、こういう小さいライブハウスでやっててすごいいいバンドとかミュージシャンがいっぱいいますんで、そういう人たちをこう、まあ、いろんな人に見てもらいたいっていうことが一番ですかね。昔ながらの雰囲気を守るライブハウスの老舗として、チロ吉はお客とミュージシャン双方からとても愛されています。あのボトルネックの、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですが、これはもうそのうまくできてるんですけども、どうやらまあ、昔のドブロギターなんか見てみるとよくわかるんですけど、弦高がこんな高くて、でブライアン・ド・ウィリー・マクテルとか20年代で活躍してる人はみんなそのギターをこういうふうにしてこんなふうにして弾いてたらしいですね。いろんな説が、まあ、諸説ふんふんなんですけども、あのハワイアン・スティールギターに憧れたって、このそのオープンチューニングですね、要するにっていう説が一番濃いらしいです。これは今ちょうど G の、チューニングがあってます。例えば、マディ・ウォーターズとか、この一番太い弦を一本抜いたのがキース・リチャーズのチューニングですね。こんなこの
よくオープンで使ってるのは全部これです。だいたいそのマディオタスの感じで弾けば、糸も簡単にこう、こんな感じであの割と楽に弾けるっていうか、歌いながらあの弾くときにオープンチューニングを重きりその活用できるっていう利点があるって。例えばウォーキングベースなんかでもあのレギュラーチューニングだとこんなことやんなきゃいけないのに、こう G のオープンだと、簡単にできる。こんな感じでできるわけですね。これはそのまあブルースにもう最適の、一人でやるときに最適にな、まあ、あの方法であるっていうふうには思います。これはあのね、もともとはね、あのうん、本当はその、あのスチールのそのこういうね、ハワイアンギターで使うやつがまあいいとしたんだろうけど、まあないわけない。その酒場のその瓶をあの、熱く熱したあの針金でグッと巻いて、それでそのままあの水の中につけると、そこがピンってこううまく割れるんですね。そのあのボトルのその口のところですね、それをなんか使って始まったみたいですね。例えば、なとこでどうでしょうか。悲しみの結晶、さまざまなジャンルの音楽に強く影響を与えながら、今日も魂を揺さぶる歌声が響く。ブルース is all right。 さあ、ゆうしろI don't care about your poetry.
要するにソウルとブルースっていうのはあのソウルあリズム&ブルースね。だからあのリズム&ブルースブルースっていうのはもう本当に一本の線でつながる。でそれがゴスペル、それがもう背中合わせにある。そこでその神に捧げて歌う歌うゴスペル。でも音楽の形態としたらブルースだったわけよ。そこ歌詞が違うだけ。もうそこから発展してた。やっぱあのソウルミュージックリズム&ブルースっていうのかな。やっぱり言葉じゃないねんね、うん、もうそんなんじゃなくてもうどういうのかな、一番最初にガッて出た時の声に来てしまうのかな、歌に来てしまうのかな。あの別に音程が正確とかね、そんなことじゃなくてもうあの、やっぱり理屈抜きやね。あの理屈抜きに自分の気持ちの中に、入ってくるっていうのかな。あの人のどこがいいかというか、僕はあの人のリズムの作り方が組み上げていくバンドのね、バンドの中でリズムを組み上げていくスタイルがすごいあの斬新に思って、わこんなリズムの作り方があるんやなというのはすごいびっくりしたんですよ。あのノリが独特でしょ。あのちゃんとしたあの8ビートとか16じゃなくて弾んでるんですよみんな。あの人はねだからもともとねジャズシンガーだった、だからモータウンって本当ジャズシンガーとしてあのデビューしようとしたらしいんで、ステージ出て歌詞メロディーも忘れるというのがすごいよね俺びっくりで、マヴィン・ゲイでどんな人だったって聞いたらデビッド・ティーが、でデビッド・ティーはマヴィン・ゲイ のオークランドスタジアムのライブのアルバムのギター弾いてるから、いや実はなあの時パッと出てきてなんかメドレーとかあったやつでいきなりはすごいなったらメロディー忘れてしまってパッと後ろ向いて、この曲メロディーどんなんだって聞くんだって、でってお前の歌だろとか言ってさ、もう曲始まる歌わなきゃいけない、これ適当にわっと歌い出して、だからあれフェイクに聞こえてんのはアドリブだぜって言ってたよもう本当にラジオでポンと流れてるとこ聞いたわけやけども、それですごい俺にとってはものすごいなんていうのかな、インパクトあったわけで、結局そのインパクトやと思うよね。あのそのインパクトを与えられるものやと思うんやね。あのそのソウルミュージックとかそういうのを基本に置いてる音楽じゃないかなっていう気はするんやけどね。だから英語の意味が分からなくてもいいし、その黒人音楽なんとかそういうブルースとかいうのはどういうもんだとかそういう歴史も知る必要はないと思うんや。ただそれを聞いてあの聞く人があの理屈で分かる前にこうハートに、ごめんハートにどういうのかな、あの来てくれる、そういうものを伝えるための音楽やと思うのよ。だからソウルミュージックやと思うんやけども、自分の経験の中から言えるとすればそれしかないなと思うんやけどもね。でもあの音楽っていうのはどんな音楽でもそうやと思うんやけど、
理屈から入るんじゃなくて、やっぱり聞いて人それぞれの、感動の仕方があると思うんやけども、そういう感動を与えられる与えるものやと思うんやね、うん、それだけやないかな音楽っていうのは。Darling you don't know much about history, don't know much biology, don't know much about science book. 個性的なファッションが光る渋谷公園通り。この通りを上り切ったところにあるのがロックコンサートのメッカ渋谷公会堂。その真向かいのビル地下1階にあるのが、こちらもライブハウスの老舗渋谷エッグマンです。今年で14年目になるこの店では、新しい個性を発揮させる若いバンドが連日熱いギグを展開。過去にはレベッカ、爆風スランプ、安全地帯、ジギーなどが出演。常に時代を先取りした感性で、後にメジャーとなる多くのバンドを紹介してきました。まあ、オーナーが、新しいアーティストを、まあ、開発して育てていきたいというようなコンセプトがあって、できました。そうですね、いっぱい結構有名な人は出てるんで限りないんですけども、まあ、オープニングとか飾ってくれたのはサザンの桑田佳祐さんとかは、まあ、サザンと別でソロバンドでやっていただいたり、山下久美子さんとかがオープン当初出ていました。あと最近の若いバンドはブームですね、ザ・ブームとかリンドバーグとか、はい、ジャンルはなるべく問わずに広くやっていきたいなと思ってるんですけど、やっぱり基礎作りの場だと思うから、ライブはやっぱりバンド、その名前はそのソロのクレジットでもいいんですけども、やっぱりバンド単位で演奏して完成できるものがいいですね。だからテレビで聴けない音楽、やってる人間の姿がなんか生き生きこう浮かび上がってくる音楽っていうか、それはバンドでなくてもいいんだけども、そういうものがやっぱここで 見ていただきたいし、僕らも見せたいと思ってます。抽象的ですけど。10個の穴しかない小さなハーモニカながら、とても豊かな音楽を奏でることのできるブルーズハープ。今夜は先週に引き続き、瀬能隆一郎のブルーズハープ講座後編をお届けします。それから基本的にその持ち方、これがね、ちょっとなかなか難しいんですが、親指と人差し指を例えば犬の影を作る時の犬のような形にして、ここに入れるとピタッとはまるところが、この手の股のここのとこじゃなくて少し上のあたり、人差し指の付け根のここのとこにハーモニカ当ててやると、ちょうどつまむ場所が一緒になると。それでこの右手をこれにただ軽く支える。まあ見た目通りこういう感じで、そっちから見るとこういう感じ で右手の親指はほとんど、例えば左手が全然なければこういう感じで、右手の親指と右手のこの人差し指のここのとこで、この2つのこの力で握れる感じにしてる。でこう合わせる。それで、そうですね、指がこう開いたり閉じたりして音の効果を出すと、こういうところが基本的な持ち方ですね。じゃあ握り方ができたら、今度はこの吸い方の基本ですが、ハーモニカは普通吹くっていうけども、実は、ブルースやる上ではこう吸う音がいっぱい多い、まあ、例えばまず、基本的な路線でまず吹くっていうところからやってみるけども、奥から楽に吹いてやる。例えば、何か激しい運動した後とこう深く息を吐く、そういう時の吐き方によく近いからね。基本的に、
空気の流れを楽に自然に、口から吹き出してやるんで、一番肝心なことはハーモニカの中にリードがあるから、振動板があるから、その振動板を鳴らしてやる。鳴らすためには口の中だけ よかってもダメ、口の外に出ていく、出ていって、ちょうどこのハーモニカが口の外側にあるから、ハーモニカの中の息をきれいに流してやることを考えることよね。それから吸い方やけども、一番これが難しい。例えば初心者でよくね、もう頭がクラクラしていけませんっていう人がおるんやね。そういう時なんかこういう吸い方してるとかね。ね、だからまずそのハーモニカを演奏する時には、そのみんなどの演奏を聴いてもすごいグワッとかね、音がしてるから、すごい力で吸ってるんだなと思い込んでスーッとこう喉に力を入れて吸わないで、もっと楽に唇からこうスーッと吸ってやろうっていうことがまず基本、ね、もう一つあるのは吸って吹く、また吹いて吸うっていう、この一つの一連の動作があるんだけど、僕の口からいくと、例えば吸った空気がこう口の中に入ってきて、中で回転してこっち出ていくような感じのイメージにしていくね。ちょっと和音でやってみるね。で、複数複数っていうのを一つのこうプルプル回転するイメージに持っていくと、これが口の中で本当はできるようなイメージになった方がいいけども、例えば長い音だとこう口の中に入って、お腹に入って、お腹の中でまたこう反転して出ていくようなイメージを作ることよね。じゃあ最後に、模擬演奏なんかやってみようか。
ペルとブルーズに始まって深い愛とさすらう魂を歌い上げるソウルミュージック、ひとときの安らぎと興奮に今夜も体ごと熱くなっていく。典型的なメキサーさん、だからアルバート・コリンズはやっぱりゲート・マウス・ブラウンとアルバート・キングのもう影響直にもう完璧に自分の感情であった人だからね、うん、だからジョニー・ギターソンだもん、もうモロソウ初期のこのジョニー・ギターソンっていうのはもうアルバート・コリンズみたいなギター弾いてるし、うん、だからあれがもう典型的な適切、元を言えばティーボーンからね、ティーボーンから始まっていろんな風に分かれていった。だからそのギタースリム、ルイジアのギタースリムっていう人もやっぱテキサス行ったり、もちろんベースはルイジアなんだけど、テキサスのなんかとにかくそのパキパキギターっていうのかな、とにかくそのディストーションじゃなくてサステインがないっていうか、このパキ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 って弾くのがなんかとにかくそのそういうイメージがあるんですよ。だからゲートマウスとティーボーン、それからまあ後のスティーブ・レイ・ボーンですよね。まあ、スティーブ・レイ・ボーンの場合はテキサスだけども、まあ、アルバート・キングに影響を受けてますけどね、まあ、これはもう単なる想像でしか言いませんけども、なんかあの俺行ったことはないんでね、テキサスで分かんないけど、そのテキサスと必ずほらやっぱり西部劇に出てくるアラウマとカウボーイって感じじゃないですか。だからなんかねノリがすごいですよ、とにかくなんかこうもう吹っ切れてるっていうか、もう思い切りがいいっていうかね、プレーのなんか吹っ切れた感じがするのと、あとカラッとしてるっていうか乾いた感じとかね、それこそなんかまあカウボーイアラウマっぽいとかね、なんかこうすごいアラっぽいんだけど、なんかこうなんていうかな、この中に味があるっていうか、ね、感じがしますね。ウエストコースに渡ったブルースっていうのはね、全部ねニューオーリンズとテキサスなんですよ、うん、それはね、その第二次大戦以降にみんな黄金の仕事を求めて、だからミシシッピ、メンフィス、メンフィスというかテネシー、だミシシッピ、あの辺の人たちはみんなシカゴに残っていた。でニューオーリンズ、テキサス、あの辺におった人たちはウエストコースに、やっぱりそうですね、なんていうかな、まあ俺みたいなもんですよっていうのは田舎にいてね、やっぱり都会へ行きたいでしょ、ね、それと一緒ですよね、単純な理由ですよね。都会で働いてまあお金持ちになりたいとかね、なんかいろんな夢があるんでしょうね多分。まああのあれですよね、ウッドストックとかあの辺を境にそのなんていうかな、まあサンタナでもね、最初はサンタナブルースバンドって言ったんですよね。だからまあ思うにそのああいうきっかけがあったもんで、でも結構いろんなバンドがやっぱりそういうバンドがいたんですよね結局、多分だからそのやっぱりティーボーンとかそういうのをみんな若い時に見てて、俺もやるぞってんで若い白人ロッカーがやってたのがサンタナブルースバンドだったり、そのなんだっけ、いろいろありますよね。実際に黒人のミュージシャンもその街に一緒にいるし、多分交流があったと思うんですよね、うん、だから大抵、まあ、スティーブ・レイ・ボーンみたいにやっぱりほら若いもういわゆる10代の時からもそのブルースクラブにね入り浸って、で黒人と混ざって一緒にやったりして鍛えられるとか、だからやっぱアメリカのミュージシャンの方がなんかよりそういう意味ではなんか深いですかね、フィーリングがね。だから結局やっぱりどんなロックバンドでも何かしら影響を受けてるはずですよね、どっかで。そうだ、もう50年代なんかっていうのはやっぱりどっちかでしょう、クラブではブルースやってて、その上じゃポップスやってるってね、アメリカンポップスでしょ。でも陰にその一方黒人街に入ればやっぱりマディ・ロードとか入ってやってるわけだから、やっぱり憧れがねあるんですよ、強い憧れが。終わんないですね多分。若者の街渋谷、その中でも中心的な存在として支持を受けているパルコ、ライブハウステイコーセブンはそのパルコとともに若い音楽文化の発信基地として活動しています。誰でも気軽に入ることができ、
明るいイメージで音楽を楽しむことのできる場所というのがこの店のコンセプト。ジャンルは全く問わずにあらゆるタイプの音楽を手掛けています。目指す新人バンドやアマチュアバンドが数多く出演することでも知られており、ドリームズカムトゥルー、リンドバーグ、コメコメクラブ、プリンセスプリンセスなども新人時代何度もこのステージに登場しました。約14年目になりまして、その間に、2回ほど、移転がありまして、ここの場所で、3カ所目という形になりまして、大体ここに移ってからは6年の歳月が流れています。いわゆるアマチュアが主体なんですが、いわゆるプロデビュー前、いわゆる、プロにを目指すための登竜門的な扱いな小屋でして、あとは、プロデビュー前のアーティストが多く出演しています。お客様は大体、10代後半から30代ぐらいまでの若い層のお客様が多くて、やはり渋谷という場所がありますんでね、その辺の方、男女問わずその辺が中心になってますけども、これからはやはり気楽にね、お客さん、あとバンドさんも含めてどんどん来てくれるようなライブハウスを目指してますけども、よし、もしよかったらうちのライブハウスをぜひ使ってください。よろしくお願いします。新しい時代の音楽を目指して連日若いバンドが腕を競うテイクオフセブン。将来のビッグネームを今のうちにチェックしに出かけてみるのはどうでしょう。名演奏を支えてきた名器ストラトキャスター、今夜はこのギターをより深く知るためのパート1。皆さんこんばんは、しおつぐです。今宵はですね、少し、ギターの入り口について語ろうかと思います。よろしく。これは、ストラトキャスタータイプのギターですけども、このギターはですね、特徴は、ピックアップが3つあるということですね。ピックアップというのはこのマイクの方ですね、ギターマイクと言われてますけど3つあります。よく質問されるのは、このつまみとの関係ですね。これはボリュームと言います。当たり前か。これはボリュームを調整するんですが、この2つですね、このトーンと書いてありますけども、この真ん中にあるつまみは、この最初のフロントのマイクを調整します。これで音が、硬くなったり柔らかくなったりする。一番柔らかいので、で少しトーン上げるととなりますね。これが今、一番最初の、ピックアップが鳴るようになってますが、これを真ん中へ持ってくると、このピックアップが、鳴るようになります。比較的、少し固めの音ですね。こういう音です。そして一番最後の、このピックアップは最も硬い音ですね。カチンカチンの音になりますけども、音的にはですね、カッティングなんかに向いてると。パキパキのテキサス系だったら、というような感じになります。だから普通のストラトタイプのを持ってる人は、このピックアップはこれでトーンを調節する。
2番目のはこれで調節する、これは調節が効きませんということですね。そして5段階に分かれてますね、このスイッチが、これはハーフトーンとか、出すんですけど、ハーフトーンというのはこれとこの混ざり合った音ですね。じゃあ童謡とかっていうと、最初にこの柔らかい音、一番最初の音、そして2番目の音がで、これをミックスするとえ少し位相が変わるというか、音の感じが少し変わりますね。なんとなくこう、なんとも言えないこう、少しこう濁った感じがまた味のある音、そういうのが欲しい時はこれをミックスさせる、こっちの、真ん中と最後のをミックスさせると、よりちょっと固めの音で今みたいな、少し、位相が変わったとかします、というような音になりますね。でこれをうまく、調整して自分で、音を作っていくという意味で、ストラトはですね、音のその機能がたくさんあるんでね、音を作るのにすごく、楽しいギターですけども、逆に言えば使い方が難しいかもしれませんが、その辺は自分でうまく見つけてください。